昨日お代理からアバターもらったよ。おお、おめでとうございます。オダスターですね、勝手に名前つけたけど。はい、でもそう、なんかね、今日見た夢って結構笑い話にできない夢なんですよね。結構怒ると、実際に怒るとマジで最悪な夢。そう、聞かない方がいいと思う。そうです聞かない方がいい気がする。なんかそう、私が死んでしまう夢っていうよりかも、なんか話しづらい、すごい本当にね、ちょっと話しづらい夢ですこれ。そう、だから言わないよ、そこで止めとく。そう、あ、でも初めて見た、そういう夢は。ちゃんと覚えてる、結構覚えてる。そう、なんかね、すごい怖い思いをした夢だった。そう、私が、はい、私が怖い思いをした夢でした。はい、そう、え、めちゃめちゃリアル。そう、起きてほしくないけど、正直なところ。なんか夢占いしてもね、そんなに良くない、意味的にあんまり良くなかった気がする。なんか、あ、そうなんだ、見てよかったみたいな夢ではなかった。逆にその自分が死ぬ夢の方がいい意味だからさ、そう、自分が死ぬ夢って結構いい意味の夢が多いから、そうだからね、いいんですけど、なんかねあんまり意味的にも良くないし、相当怖い思いしたから、もうね、いいことがないいいことがなさすぎて、そう、もうダメだった本当。はい、うん、結構怖かったですねはい、まあでもそれ、なんかまあそういう夢見て気をつけようと思いました、いろいろ。そう、何をとは言わないけど、気をつけようと思いました。そう、はい、ということで今日もね、お話をしていくんですけど、ちょっと目薬入れて、すげえ目が、ちょっと目がね、すごい乾燥してるんですよ。ただいま戻りました、よいしょあ、待って、それ出てきた。いや、こっから見た人は泣いとるように見えるかな、それはないか。今日なんかね、今日前髪ここだけピヨ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 なんだけどやばい、なんかここだけ見たら、ちょっとここから見た人はびっくりするかもしれませんね。ダメだ、今日の前髪さ、ここだけめっちゃピヨピヨなんだけど泣かないで、シクシクはい、誰が私を泣かせたですね。ちょっと出てきそう目薬出てきそう。さてね、今日は何の話をしていこうかね。今日何の話しよう。今日はお昼がすごい手抜きだった、もうそれは報告です。見たい夢を見ようと思って見たことある、なんかね、そうだな、見たい夢を、なんかこういう夢が見たいなっていうのは、そうだな、
まあ、なんか自分の好きなキャラクターが出てきてくれたら嬉しいなとか考えてからことはあるんですけど、そんなにはないですね。なんか現実になったことはあんまりないかもですね。なんか好きなキャラが出てきたことあるんですけど、割と最近8時間しか寝れない。おお、こっちからしたら羨ましいけど、やっぱりその人にはね、人にはね、人にあと睡眠時間があるからね。そう、それ十分だよとは言わないけど、私にとっては羨ましいとだけ言う。そう、いやね、そう、夢の話ね。なんかそう、大体なんかほんと夢ってさ、何が起こるか分かんないというか、昼寝してる？昼寝はしないタイプ。そう、昼寝はマジでね、本当に寝れなかった時だけ、なんか3時間とか4時間とかしか寝てない時、まあそんな時最近ないんですけど、5時間ぐらいでもちょっと足りなくなってきてて、そう、昼寝はねほとんどしないタイプ。最近寝る時間は何時頃？1時前かな。なんだかんだね、準備してたらそうなっちゃう。昨日は12時ぐらい寝たんですけど、0時ね。そう、でもやっぱさ、昔がさ、なんかもう5時間でさ、もうさ睡眠OK だったからね、なんかそれになりすぎてね、睡眠時間ちょっと短いよね。だいぶ伸びてはきたけど、6時間ぐらいで起きちゃうから。そう、握手会の会場に布団あるの？え、わかんない私ね。どうだったっけ、あったようななかったようなって感じ。ごめん、適当に言ってるけど見たことないんですよね。そう、私は起きる時間は変わんないね。8時前ぐらいには起きます。そう、たまには8時ぐらいに起きる時とか、まあ遅くて9時とか、遅くては嘘や、すごい遅くてまあ10時とか11時ぐらいに起きることはあるけど、もうそれは本当にお休みの日とかに時々11時に起きるとかです。だからだいたい9時までには絶対に起きてる。まあでも平日とかは特に8時までには起きてますね。そう、こんばんは、どうも。ね、そう、やっぱ睡眠時間って人によりますよね。そう、本当はね8時間寝れたら理想なんですけど、大体なんかでもね、すごい眠いけど起きることはいっぱいあるというか、それがほとんどなんですけど、まあでも大体7時間半ぐらいは寝るようにっていうか寝れます、多分。はい、休みの日とか昼まで寝ちゃうことある。昼まではね絶対に寝ないんですよ私。そう、やっぱその11時に起きるとかって相当夜更かしした時、4時とかまで夜更かししてた時は11時とかに起きますけど、12時までにはね絶対に起きてる私。そう、12時以降まで寝てたことほとんどない。1回ぐらいしかないと思う、生まれて。あ、でも赤ちゃんの時は結構寝るけどね。そう、でもその私が記憶してる、まあ小学生ぐらいから今までで、うん、逆にそんなに寝れないっていうのはあって、割とさ、なんか一日中寝てる子とか私の周りよくいるんですけど、逆によく寝れるなっていつも思っちゃうぐらいなんですよ。そう、絶対お昼までは、マジで。そう、お昼以降も寝てること、すごい夜更かしした時しかないです。うん、まあ4時ぐらいまで起きてたらたまにそういう時あるんですけど、そう、
あ、大晦日は確かにね、結構夜更かしして、一回一昨年すごい4時ぐらいまで起きてて、まあ、10時ぐらいに起きたんですけど、そうっていうことはあるかな。はい、うん、でも昼まで寝ることは基本的ない、マジで。そう、まあでもなんか大晦日もね、そこまで遅くまで起きることはそんなにはないんですけどね。去年の大晦日も1時ぐらいには寝た気がする。うん、でも大晦日はその一昨年の時以外でそんなにね、なんか4時とかまで夜更かしすることはなかったかな。はい、ね、大晦日が懐かしい。でももう年明けて1ヶ月以上経ってるからね、早いですよね。そう、メンバーとこれホテルかな、泊まっても夜更かししないの？へえ、どうなんだろう。大体基本的に私と同じ部屋になる子は先に寝るから、逆に私の方が遅いんですよ。夜更かしはそんなにしないね。一回なんかハッツと奈良ツアーの時にめっちゃ遅くまで起きてて、しかも夜食をね夜中に食べるとかめっちゃやってたんですけど、そうだね基本的にそんなに夜更かしはしなかった、マジで。うん、私の方が遅くまで起きてたかな。はい、まあね、夜更かしっていいことないからね、楽しいけど。うん、私お風呂を入るの遅いんですよ。というか先にだいたいそのメンバーとお風呂が一緒じゃなくて部屋が一緒になった時に、先お風呂どうぞって言って先に入ってもらうから、いつも逆に私が、ね、先に入ることってマジでない。今までで1回ぐらいしかないと思います。それぐらい先入っていいよっていつも言ってるから、それもあって遅くなるかなって感じです。はい、まあでもその時は特にね、お風呂入るの遅かったからね、11時とかに入ってたから。今だともっと早くにね入ってるんですけど、結構みんな健康的なのね。まあでも本当にね、夜更かしってあんまいいことないから、そうだからもう私もね、なんかアニメのリアルタイムとかってさ、やっぱ東京に来たらもうリアルタイムできるみたいな感じでやってたけど、もう最近もね、もうリアルタイムにこだわるよりも早く寝ようって思い始めて、もうそういうことがなくなりました。はい、もう私には U-NEXT っていう強い味方がいるから、そう、もうリアルタイムでアニメを見ようっていうこだわりがなくなりました。それより早く寝ようっていう、やっぱりさ、そのなんだろう、早く寝た方がさ、顔の調子もいいんですよ。そうだからね、もう早く寝ることにこだわり始めた。735日ありがとうございます。でもそう、最後にリアルタイムで見たアニメって何だったんだろう、忘れました。結構前です。寝つけないときはね、そんなにないですね。まあたまにあるよね、なんかすごい早く寝たときとか。なんか一回なんか撮影が
なんか朝の4時ぐらいに起きて準備しないといけない時があった時、夜の9時とかに寝ようと思って横になったら全く寝れないんですよ。私基本その12時に寝るから夜の9時ってまだまだ元気な時だからね、全然眠れねえって思った時がすごいあって、まあ、でもそういう時はね、なんか自然と、ね、眠れる時を待ってます。こうやってそう眠れる時はねこうやって待ってる。まあいつか寝るだろうと思って、夜中のハンターハンターなら見てもいいかなって思ってしまう。わろたいやでもいいよね、ハンターハンターいいよね。いやそんなにね、なんか寝つけないわって思ったことはなんかすごい悩むほどはないかな。そうですね、そういえばハンターハンターで思い出したんですけど、今度またハンターハンターのね脱出ゲームがあるみたいで、そうしかも今度はねオンラインでできるっていうことでね、ちょっとお姉ちゃんと一緒にやりたいなって思いますはい、そうめっちゃ楽しいよ、脱出ゲームすごい楽しいめっちゃ拍手はい、ハンターハンターもねそろそろ次の巻にあってそろそろ行きたいんですけどね、あのヒソカとクルロが出てくるそろそろその巻に行きたいんですけどね、はい、なかなかどんな感じなの私も分かりません。まだね昨日発表されたばっかりね、詳細をねそんなに細かくは見てないんですよ。そうでもハンターハンターって今まで脱出ゲーム2回やってて、そう私1回しかやったことない。そう1回はその去年もう去年、うわ怖マジか、あんなに楽しかった。そう去年のインスタにも載せた時があったんですけど、あれがそうで、で一番最初がそのハンター試験、この話は何回かした、そうハンター試験、ハンターハンターのストーリーの中で一番最初のところになる脱出ゲームです。今回も多分ハンター試験編じゃないか、またちょっと違うんだと思うんだけど、そう楽しみですね。でもオンラインの脱出ゲームは初めてだから、そうまだ、脱出ゲームね2回しか行ったことない私なんですけど、そうオンラインは初めてだからね、どんな感じになるのかすごい気になりますね。うん、こんばんは、どうも。モルカーの新エピソード見た？見てないんですよね、まだ。そうまだ見てない。あれ今日だったっけ。まだね、そのゾンビの話も見てないんですよ。そうはいまたねちょっと見れるというか、その見る気持ちになれたら見ます。私いつもそうなんです。だから今ワンダイグプライオリティもめっちゃ溜まってるんですよ。2話で溜まってて、そう結構なんかね、あの毎週毎週見るっていうことがそんなにできなくって、あの気持ち的な問題で結構あの、そうなんか結構ね割とね溜めて一気に見るってことが結構あるんですよね。そう最近は特にそれです。そうワンダイクプライオリティはね結構あの見るまでに勇気がいるから、私の中でね、そうちょっとねやっぱその見る気持ちが整ってからいつも見てます。そう
モロッコは毎週火曜日か。そうか、火曜日か。でもそう、唐突にエジプト神もね、もう終わっちゃったからね。私まだ全然見てない話ばっかりなんですよ、唐突にエジプト神アニメ。そう、あの自分の好きなキャラが出てくる話だけも先に見たんですけど、そうまだ、ね、全然見れてないな。はい、やっぱね、漫画じゃない、まあ、漫画もそう、漫画もアニメもね、やっぱ見たい時に見るのが一番なんで、そう、それをね大事にはしてる一応見たい時に見るから。そう、うん、本当にそう、やっぱね、そうアニメの作品もなんて言うんだろう、本当にやっぱこの作品見たいなとか、ちょ今から見ようかなって思う時が来るまで私はね見ないです、そんなには。でもこの前ね、めっちゃ友達にあの呪術廻戦の話をすごいされて、別に嫌だった、今のなんか嫌だったみたいな言い方だったね、ごめんね、そうじゃないんですよ、違うんですよ、そうじゃない、あのね、そう、私ちょっと呪術廻戦は本当に知らないんですよ、なんかあの本当に知らないんですよ。なんか鬼滅の刃だったらさ、あのこのキャラはね誰々なんだなとかなんとなくもう分かってしまうんですけど、あの呪術廻戦に関してはもう最近流行ってるねっていう知識しかなくって、そう、それでね、あの友達がこのグッズ最高だよねっていう話から、そう、すごい私がすごい友達がね、いろいろこのスタンプのキャラは誰々でとか教えてくれて、まだ全然覚えてないんですけど、そう、誰だったっけ、五条先生は覚えました。はてなマークがあれ合ってるよね、すごいなんかすごい簡単な五条先生の布教画像を作ってくれたので、ちょっとね興味が持てましたそう、でもなんか多分題材的には絶対私好きだとは思うんですよね、そうだと思ってるんだよ。そう、布教されてますはい、布教されてます、絶賛今。そう、そう、目隠ししてるキャラですね、アイマスクみたいな、アイマスクかな、あれアイマスクにしか見えないんだけど、何なんだろうねあれ何なんだろうねあれっつって。エジプト神、津田健次郎さん出演してなかったっけ、わかんないですね、声優さん全くは嘘だけど、ほとんどはね、なんかこの声優さん誰誰で誰誰でって、なんかねキャストさん見たけどね、あんまりなんか覚えてないですね、そう、あんまり覚えてないや。でもなんかすごい呪術廻戦めっちゃ流行ってるよね、そうなんかめっちゃ流行ってるよね、ほんとなんかいつの間にか流行り始めたなみたいな感じですよね。そう、あ、初見さんありがとうございます。ね、すごいよね本当ギャル気のない拍手はい、なんかね、そう、最初呪術廻戦ってちょっと言いにくいんだよね。最初見たのどこだったんだろう、なんか、なんかアニメとかなんかで見たんですよ。それでなんかお姉ちゃんと一緒に見て、何なんだろうこのアニメ、初めて見たなみたいな感じだったんですけど、
それでなんかまた別の場所で見かけて呪術廻戦を、これってこの前アニメイトで見たやつじゃなかった、そうだっけ、全然わかんないみたいな感じの話から入った呪術廻戦。そう、ね、充電が 20% になりました。充電しよう、よいしょ。パンダなんているんだ、パンダパンダいるんですか。ね、本当にね、まあ、私はね、やっぱそのなんだろう、その見たい時に見るスタイルを一応やってるから、なんかそうしていくとね、なんか流行りに乗ってないって言われるんですけど、なんか流行りに乗ってないっていうか、本当に見たい時にこのアニメ見たいなっていうのを見たい時に見るタイプだから、まあ、自然とそうなるだけなんですよそう、自然とねそうなるだけなんです、私は。そう、別になんか流行りに乗らないとかではなくて、そう、っていう感じですね。まあでも決して流行りに乗ってないわけではないんですよ。呪術廻戦ってどんなアニメですか？知らない、見てないから知らない。でもアニメとか漫画って、だってそんな、それじゃん、だって一応なんて言うんだろう、なんか見ることが義務なわけではないから、決して、うん、まあ、流行りのアニメをちょっと見てみよう、なんか流行りのアニメをちょっと見てみようかなって見るのももちろんいいんですけど、それはまたさ、その見てみようかなって思ったから見るわけであって、無理に見る必要はないんですよ。そう、だって必ず見ないと生きていけないっていうものでもないんですよ。そう、っていうだけです。そう、私はね、悪魔くんが見たいんだよね今。でもユーネクストにね、悪魔くん劇場版しか入ってないんだよね。そう、悪魔くんはよく見てた、最終回までは見た気がする。そう、全然覚えてないんだけど、そう、悪魔くん見たいんだよね。髪の毛が抜けた、びっくりした。うん、悪魔くんです。はい。Dアニメはね入ってないです。Unext だけ。歌ってしまうんだよね。ダメだ。本当に歌っちゃ本当にダメ。危ないんだ。そう。ドラマにもなってたよね。それは知らない。そうなんですか？コナンはね、なんかリアルタイムではそんなに見てないかな。なんかあのそれなりには見たんですよ。結構、そう、あの割と前な方なんですけど、アニマックスでそれなりには見てました。好きですよ。そう。悪魔くんね、小学生の頃アニマックスでやってて、よく結構見た。絶対覚えてないんだけどね、内容。そう、まあそう、小学生の頃に見たものってそうほとんど覚えてないんだけど、でもそう、ユーネクストしか入ってないから、ユーネクストは劇場版と、劇場版しか入ってないからさ、そう
あ、はじめまして、どうも。でもなんかこの U-NEXT 一応名探偵コナンはもう第一シリーズからもう多分最新の話まで入ってると思うんですけど、なんかあの今まで私何の話を見たことがあるのかなって、嵐のメンバーが出てたドラマ、嵐さん、私怪物くんしか知らないんだよね。そう、それは見てたけど悪魔くんは分かんないや。その大野さんが怪物くん出てて主役で、それは見たことあるんですけど、それ以外ちょっと分かんないね。そうで、なんだっけコナンね、その名探偵コナンのそのまあ第一シリーズからそのここまでわかるかなみたいなシリーズまで、あのなんかあらすじと簡単なあらすじとその再生画面のところに映るサムネの画像を見て、あ、この話見たことあるかもってやつをね、この前見て、まあ半々なんか、あ、見たことある見たことあるっていうやつと、いや、ここら辺ちょっとわかんねえなみたいなのはあった。そうだからコナン君のね、なんて言うんだろう、一番最初の方とかは全然見てなかったんですよ。なんか曲が変わって、なんて言うんだろう、なんかまあいわゆる第2シリーズっていうのかな、まあ、曲がオープニング曲エンディング曲が変わった時ぐらいからしかちょっと分かんなかった。そう、分かる、あ、この話見たことあるなっていうのがそこら辺からしか分かんなかった。一番最初の方って見てないんだよね。そう、ああやば、またオープニングエンディングの投票忘れとった。おとついぐらいにしたんですけど、昨日してなかった。でもまあ、ユーネクストでね、第1話と第2話は見た。そう。第1話と第2話は見ました。あとね、ちょくちょく見たんだけど、ちょっと何話だったかはね、忘れましたね。そう。まあ、やっぱちょっと、でも、第1話は、漫画で最初読んだんだっけ？確かそうだった気がする。うん、確か漫画で最初読んで、びっくりしたんですけど、そう。1話から 1話からめっちゃびっくりしたんですけど、はい、あ、でも漫画はほとんど読んでないんですよ。何で読んだかはちょっとね、正直忘れました。うん、でもなんだっけ、ちょうどさ、その11人目のストライカー映画がね、あのコナン君の映画が上映されてる時に、私その映画館に見に行ったんですけど、それでその映画館ってさ、あのグッズあるじゃないですか。そこでね、そのコナン君のあの特装版で、あのフィギュあのミニフィギュア付きの単行本が売ってあって、それを買ったんですよ。そう、その漫画だけ持ってるの。そう、ちょうどね、なぜかちょうどね、安室さん初登場回が収録されてるやつなんですけど、マジでさ、安室さんの話が出たらね、毎回この話しちゃうんですけど、最初見た時本当に誰この人って思って、そう、それなりに分かってる方だと思ってたからね、そのアニメ結構見てたから、そう、本当に誰この人って思って、初めて見たわみたいな。でも後にあんなに人気になるなんて本当に思わなかったですねって毎回話しちゃう 毎回話してしまう。そう、でもね、懐かしいですよ。高校3年生の頃にちょっと高3ってやっぱさ、その大学受験とかやっぱまあ卒業だから、まあそれなりに勉強大変だったりするじゃないですか。そういう時のね、朝にお姉ちゃんがさ、その安室さんのサンド、安室さん、なんて言うんだっけ、あれ、
安室さんのサンドイッチをね作ってくれたんですよ、そのレシピ。なんか安室さんが作中でなんかちょっとペペって言ってた気がする、確かのレシピを作ってくれて、それをね、その、まあ、私漫画読んだことあるんですけど、アニメで安室さんの初登場回見たことなかったから、それをね見ながらねこうやってねサンド食ってて、サンド食ってて、ってサンド食べてちょっと面白いなって思ったっていうのはすごいいい思い出です。美味しかった、普通にサンドは。でもなんかコンビニでも売ってましたよね、一時期安室さんのサンド、アムサンド、アムサンドやっけ、そう一時期売ってましたよね確か何の時、なんだっけ、どっかとのコラボで、ちょっと忘れたんですけど、そこはめっちゃ人気あるよ安室さん。なんかやっぱいつから人気出た、なんか私のイメージはゼロの執行人で人気がすごい上がった気がする、そうっていうイメージです、私の中では。めっちゃ人気だよ、びっくりするもんでもね私の周りはやっぱ平次好きな子が多い、コナン君は。そうマジで平次好きな子が結構いるんですよ私の周りは。そう面白いぐらいにね、そうそれがちょっと面白いですね。うんね、まあそう今年の4月は赤いファミリーなんでちょっとね楽しみです楽しみです。大阪の二人は魅力的、わかる。あのからくれないめっちゃ良かったよね。もう私もねめっちゃ拍手もんだっためっちゃ良かったよね本当。そう、さあ私なんかね結構その最近の方のアニメは全然見れてないんですけど、映画は毎年必ず行ってるんですよ。でもただやっぱ映画だけ見てもちょっと分かんないとこって結構あるんですけどね。そう、あの結構は嘘だ、あの分かんないことがたまにあるんですけど、もうそう映画だけはね絶対11人目のストライカーからはずっと見てるんですけど、だよね確か。そうでもからくれないのラストでもうね、もうかんなんかもう湧き上がったそうめっちゃ良かったよねからくれない。そうですね、でもやっぱあのね純国のナイトメアもね、めん違う純国じゃない、あれ合ってるよね、うん合ってる。めあナイトメアもさ、なんかあの割とラスト衝撃でさ、もうマジでさ終わってから立てなくって、そうへみたいな、そうテレビの延長線にあったりするから、なんかねあのたまにこのキャラ見たことないぞっていう人がちょっとたまに出てくるんですよ、本当にたまになんですけど。でもどうだったかな、だからその異次元のスナイパーの時とか特に多分その時まだ沖谷すばる分かんなかったと思うんですよ私。だからそうなんかその異次元のスナイパーのさラストのシーンのさやばさが分かんなくって、なんかあのそう全然分かんなかったんですよ最初。そうではやっぱ私の友達がめっちゃコナン好きだから、多分その友達は相当湧き上がったんだろうなって思いましたっていうことがありましたね。そう沖谷すばるね、その時まだ分かんなかったんですよ。そう沖谷すばるってごめんなさい、なんか偉そうにさ呼び捨てしてしまった違うそういうことじゃないんですよ。そうそう当時はちょっと分かんなかった、それが今だとねわかるんですけど、なんかねもったいないよね。なんかやっぱまっさらな時にさ
聞いた方がやっぱインパクトはでかいからさ、後から知るのもいいけど、もう元々知った状態で見たかったぜってちょっと思っちゃったんだよね。そう、ちょっと埃が ごめんなさい。服部平次と工藤新一どっちが好きですか？なんかどっちが好きって言えるほどなんかあんまり差がないかな。これで OK そう、時計仕掛けの摩天楼しか見たことなかった。逆に私それ見たことない。そう、やっぱ昔の映画とか本当にあの世紀末のしか見てないから、あのセルガの時2000年より、あれでも世紀末いつだった忘れたんですけど、そのあれじゃじゃん、その天空のロストシップより前のやつはあのほとんど見てないからね、いろいろ見たいんですよ。そう、うんなかなかなんかこのキャラどっちが好きですかっていう質問に答えられないんだよね。特に私の好きなキャラじゃなかったらわからない。そう、ランちゃん強すぎだよね。確かに。そう、私なんかあの絶海のプライベートアイの時とかもなんかランちゃんすげえなって思いながらずっと見てました。そうね、そう、絶海のプライベートアイもね結構私的には割とちょっと怖いっていうか、なんか割とさちょっと暗、なんか別にさ、なんかこの映画はすごいすげえ明るいとかじゃないけど、絶海のプライベートアイ特に暗かったイメージなんだよね。そう、でも蘭姉ちゃんすげえなって思った。やっぱ絶海のプライベートアイとか特に私は思いました。そう、海に落ちる、そうなんだよね。まあね、さラストはねおっちゃんナイスって思ったんですけど、そう拍手、音がない拍手、すげえペチペチ。そうだね。めっちゃ戦ってるみたいな、めっちゃかっこいいよねっていう話をして、そう、守るからってもう言っちゃってるよみたいな話をした。そう、友達となんかその特報映像が出た時にそういう話して、いやあそこの赤井さんやばいよねみたいな、そう、友達もねやばいってめっちゃ言ってた。そう、推理よりスケボーシーンに期待しちゃいます。あ、でもスケボーのねコナン君確かにスケボーのシーンはねもう見どころです。いやでもスケボーっていいよね、私も憧れる。でも結構危ない時ってありますよね、なんか割とさなんか電車ともうぶつかるかもしれないみたいな時とか結構ありますよね。危ないよねあれ。そうあれ危ないですよね本当。え、危ない危ない。そうはい、スケボーできるの？乗ったことないからね、そもそも多分できないと思います。うん、できないと思いますそう、乗ったことない。でも本当になんかな、なんだっけ、
昔ね、なんかよくアニマックス見てた時って結構通販の CM って多かったんですよ。だそういう時にさ、ちょくちょく出てきたそのやつがあったんですけど、それ憧れてて、あ、いいな、これ乗れたらいいなって思ったけど、結局ね買わなかったですね。でもそう、割と最近って言っても去年の話なんですけど、外でね、そのスケボーやってる子いてすげえなって思いました。そう、スケボー、あの子スケボー乗れるのすごいなって。何だったっけあれ、なんかよく見るやつなんですけど、形は。そう、なんだったかなあれ、あれスケボーだったっけ、そもそもスケボーじゃないような気がしてきた。いや、そんなことない。なんだったかなあれ、思い出せないんだよね。あ、これかな、ちょっと待って、なんだこれ。あ、これっぽい。これだったかな、多分これかな、ちょっと待って。あ、これブレイブボードでした。違う、スケートボードって書いてる、どっちだよ。多分これかな。あのリップスティックっていうやつ、ブレイブボードなの、全然わかんない。やだやだ、あー多分これだ、ブレイブボードでした。全然違う、え、全然違うの、ちょっとわかんない、あの違いがそんなにわかんないけど、そうリップスティックです、私が憧れてたの。でもこれに乗れてる子がいて、ちょっと待って、映像がある、絶対これだ。そう、スケートボードじゃありませんでしたね。懐かしい。うん。あ、この映像めっちゃ見た。うん。いや、かっこいいけど、乗れるようになるのに時間かかるだろこれ。すげえ。いや、あのね、なんかそのリップスティックのあのサイト見たら CM があるんですけど、見た、この CM、 これめっちゃ見た。本当か、絶対無理だな私。違いました、ブレイブボードでしたね。あのスケートボードもね、スケボーめっちゃ憧れてたの。あのさ、コナン君もそうだけど、あのハンターハンターのキルアも乗ってて、そう、まあ、なんか乗ってる描写自体はあんまりなかったんですけど、そう、なんかそうですね、はい。ね、でも私一輪車も乗れないんですよ。そう、一輪車乗れないから、もっと無理な気がするこれは。転ぶと大変、まあ大変だけど、それはね、あの一応なんか、あの膝につけるやつとか、膝とか肘とかにつけるやつをつけとけば、あとヘルメットをしとけば多分大丈夫だと思う。私もなんか、なんだっけあれ、靴につけて、なんだっけあれ、名前忘れたんだけど、
違うな。あ、これだ。あれ？嘘。ちょっと待って。ああ。これもリップスティックなんじゃん。リップスティック。あの靴につけるリップスティックジェッツっていう、そのシューズ取り付け式ローラーっていうのをあの買ってもらったことがあって、そう、でもねもうね一回もねやらなかったから、多分ね私にそういうの合ってないんだと思う。でもやっぱあのローラースケートっていうんですかね、あれはめっちゃ憧れてて、特にやっぱさくらちゃんはその登下校がなんかあのスイッチ一つで車輪が出てくるやつ、あれめっちゃ憧れたんですよ。まあ持ってなかったんですけど、あれはその持ってる子いたんですけど、なんかでも学校にやっぱ学校の登下校にそれはダメって言われて、結局あんまね意味なかったんですけど、そうめっちゃねかっこいいなって思ったんですよ。でもねやっぱ私は無理なんです、運動神経だ良くないから。あ、そう防具だなんで思い出せなかった。あ、でもぶっちゃけ言うとね、正直一輪車はね乗ったことないんですよね。絶対無理だと思って乗らなかったから。そうだからね、その取り付け式のローラースケート買ってもらって、だからその防具も買ってもらったんですけど、本当もう結局やる機会なくて本当もったいないよね。そう私そういうことが多いんだよね。そうでもねやっぱローラースケートで登下校するってめちゃめちゃ憧れてた。そう、うん、めっちゃ憧れてた。そうやっぱさ1話とかもさ、ローラースケートに乗ってさ、さくらちゃんがさ行ってきますって家をねもうこうやって出て行って、でそれですごい桜が満開でめちゃめちゃ綺麗ってなってる、いいよね、すごい憧れます、めっちゃ憧れる。そうなんか特にさ、なんかあの桜並木のところ、あそこ曲がるとこのシーンとかもめっちゃ好きで、憧れ、本当に憧れた。でもやっぱさくらちゃん見てる人とか特にね憧れる人多いと思う。やっぱうちのお姉ちゃんも憧れてたって言ってたから、そう、まあ、憧れる本当にそう、ね、本当にマジで小さい頃からの憧れだった。結局ねそんなことはねできなかったんですけど、はい、でもあとバトンもめっちゃ憧れてて、バトンだっけあれ、家にあったんですけどね全然や全然できなかった。そうめっちゃ憧れた。あのやっぱ1話の時にさ練習するじゃないですか、バトンの、あんなことがね。でもなんかさ、その私が小さい頃とか特にめっちゃバトン流行ってて、そうめっちゃバトン流行ってたんですよ。私もね家になんか2本ぐらい、お姉ちゃんのお下がりだったと思うんですけど、そうあってめっちゃね流行ってたの。結局私ねなんかまあやることはなかったんですけど、そうめっちゃ憧れっていうか本当になんかめっちゃね流行ってた気がする。そう人気だった気がする。そうそうです。やってみたらよかったのに、まあ、そんなことをね今更言われてもって感じなんですよ正直。そうまあなんかまあ、それなりにねバトンには触れてた。でも結局なんかね、なんだろう、バトン部に入ってやるとかそういうことはなかったですね。そうでも割と私そういう子だったから、そう昔何やってたんだろうマジではい、
かそれはあるかなって思いますね。はい、というわけでじゃあ今日はここら辺で終わりにしたいと思います。じゃあランキングを読んでいくよ。13位から13位キャパさん、12位大粒ちゃん、11位モノザルさん、10位エイトウッドさん、9位がてっついさん、8位プレジョンさん、7位イタちゃんさん、6位 TKHKG さん、5位姫川さん、4位夏目さん、3位玉国さん、2位カラスのカーコさん、1位がはやちゃんさんでした。はい、というわけでね、じゃあ今日も見てくださってありがとうございました。じゃあまた明日、おやすみなさい。またね、ありがとうございました。